商品レビュー専門の J です。長時間イヤホン使ってると痛い、不快、まあありますよね。まあこれ皆さんどう我慢してるのかな、もう我慢してるのか体質によって全然違うのか、まあ、それはわからないですけど、不快という人多いです。私の周りでもイヤホン使ってて嫌って、ダジャレじゃないけどイヤホン使ってて嫌っていう人いますよ。まあ耳が痛い、それなんですよね、蒸れるとかね。ハイポックス JP 様から提供を受けましたこちらのイヤホン、ムーブ、これがあれば長時間装着苦にならないですね。私も2時間ぐらいつけてて苦にならなかったですね。まあだいたい30分ぐらいで痛くなるっていうのがイヤホンなんですよね。ちょっと取り外すかみたいな、休めるか。音楽はまだまだ飽きてないのにイヤホンの都合で休む、まあそんな人多いのかなと思いますよ。本体はこちら、耳掛け式ですね。デザインはメーカーロゴの H。これのポイント、まずはこのバンド、すごく柔らかいですね。こういう耳掛け式って楽なんですけど、この部分が硬いと実は耳の後ろ痛くなるんですよ。これは柔らかいから大丈夫。あと私のおすすめのセッティング、このイヤープラグ、まあ、通常は当然ジャストフィット、でもこれは一番ゆるゆるがいいですね。まあちょっとそれが不安だったら一つ下ぐらい、いつも台つけてる人だったら中をつけてる人だったら小、まあ小の人は仕方ないですけどね。そして取り付け、耳にかけて軽く押し込む、これだけですね。こちらも耳にかけて、耳にかけて軽く押し込む。今一番緩いイヤープラグを使ってるのに全然落ちる気配ないですね。なぜか耳の後ろにアームがあるからですね。そして他のアーム式と比べると締め付け感ない、まあ、だからイヤホンのほとんどをこの耳の後ろ側で支えて、イヤープラグは軽く触ってるだけ。イヤープラグのみの場合みたいに耳の穴で突っ張る、それはないですよ。だから痛くないんですよね。まああと音、あらかじめ聞いてみました。まあ一番のポイントは低音ですね。元気がいいです。低音がズシズシきます。あとクラシックでよくありがちな低音楽器が他の楽器に干渉する、それはないです。しっかりと楽器同士の分離感あります。ただ音の唐突感ありますね。繊細な音、急にパッと現れる感じはある。だからあのクラシックとかのあの繊細なもの、そういうものですと違和感感じるのかなと思いますね。それこの唐突に音が現れる感じ、ポピュラー音楽だと音楽によってはすごく歯切れが良くなるんですよ。だからいいポイントでもあるんですよね。常に一定の音が流れてる、そういう音楽を元気のある低音でシャキシャキと聞きたい、そういう人におすすめですね。まああと耳掛け式ですので、通勤通学の電車の中、バスの中で、まあ、落下する心配ないですね。まあそれとイヤープラグ式ですので、適切な音量で聞いてれば隣に座ってる人何聞いてるのかな、わからないです。だから周りに迷惑かけない、図書室とかでも使えますね。まあ一番のポイントは長時間かけてても痛くならない。イヤホンがちょっと嫌だと思ってた人、ぜひ考えてみてください。ハイポックス JP の提供、今日も商品レビュー専門の動画見てくれてありがとうございました。